れたんですか。何番まで入れた。はい、何番まで入れた。3秒。完璧。久々に来ました。久々なんだね、寮番入場。番長は空いてるのかな。実質36番入場、番長23台。空いてない、これウケる。おお、そうくるよね、目立つとこね。ちょ、ここちょっと微妙に目立たねえけど、ここにすっか。俺たちの絆、回りたいと思います。はい、おはようございます。お待たせしました。俺たちの絆の時間がやってまいりました。日付がですね、ちょうど新学期始まって2日目ですね、4月の9日ということで、都内は某所で、収録やらせていただいてるんですけれどもですね、300人入場抽選の中の41番というところで、久々に絆が取れる番号ですね。あいにく24台1台止まって23台の番長3は取れない。もうなんせ先頭集団全員行きますんで、でまあ絆は取れるだろうというところで、やっぱなんだかんだね、絆を朝からね、設定の期待できるシチュエーションで打っていこうじゃないかというところでね、ちょっと気持ち新たに新学期頑張っていきたいなと思いますんで、俺たちの絆でございます。一応ね、ルールを復習、7連勝すれば絆プロ復帰、そしてもう俺たちの絆でございますんでね、玄之助で6ベル3ベル出していこうじゃないかと。基本やめようっていう時以外は玄之助縛りでいきたいと思います。あとはですね、無双一戦、新道術、そしてフリーズからの来世開口完全勝利と、薄いところを引いてですね、僕の頭じゃないですよ、僕の頭もですけどね、はい、やっていきたいなと、濃い内容をお届けしたいなと思いますので、よろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。それでは行ってみましょう。俺たちの絆でございます。さあ、絆ってまいります。番長3、24台、実質1台止まって23台というのが、まあここんちのドメインなんですけど、僕36番入場でしたけど全然取れませんでしたね。はい、それ以外にも鏡の台数が多かったり、あとは絆が多かったり、あとはハーデスが多いですね、凱旋も多いというところでは、1番人気番長、2番人気絆っていうところの絆に座れてるんで、期待に胸を高まらせて向き合っていきたいんですが、とにかく人が多いです。入場抽選が今日300人、一般含めると300人以上がここの地に入ってくるわけで、ちょっとやっぱ大移動が難しいですよね。鏡はワンチャン昼過ぎからだったら開くのかなっていうところはありますけど、わしの占いでも見えるものは、ここ多分3回ぐらい俺たちの絆結果が出てないですね。朝一から打った時も全然積もれてないですし、オーラー設定1だろうっていう台しか打ててないですし、で昼過ぎから打ったやつも、まあ判別終わってしょうがないから空いてるみたいな台しか積まれてないんで、ちょっと結果が出てない。ちょっと結果出したいですよね。やっぱ7連勝したら絆プロというここの基本は変わってないですから、一応2019年ずっとあり続けるとはいえ、もう
年が明けてしまったらいよいよじゃあ絆さよならって感じになっちゃいますんでですね。しかも今このパチスロ業界の混沌とした流れの中、いつ旧基準期、急に言われ始めた高所社交性期っていうのの設置割合がもっと少なくしろよって言われかねないんですね。67ゲーム、おそらくは定格っぽいですが当たりそうですね。からの投資3本73ゲーム、青移植 BC。 おー、ゲンノスケマンだ、ゲンノスケマン。レッツゴーからのリオデジャネイロ、ちょっとさあ、本当新道術とか大阪時代はまあまあやれてたんだけどね。大阪はなんだかんだ4は打てたからね。やっぱさ、東京とかもう1代目スカスと、なんだろう、レベルが高いからなのか人が多いからなのか分からんけど、後積もっていうのが本当難しいよね。間違ってつかねえかな。あ、つかねえんだよな、ここつかねえんだよ俺。ジャネイロ不発くさいな。セーフ。とりあえず設定録を狙うっていう意味ではですね、第一関門突破ですよね。設定6はやっぱりその初当たりに対する継続率が優遇されやすい傾向にあるので、結果としてこうやって2セット3セットと続きやすい。あとは第2関門としてはここのランプですよね。ランプ偏るとはいえついてほしいよね。投資3本で多少のアドバンテージ、この30ゲームで共通ベル4回弱手3回引いたんですが、超広角壇上屋敷まで行くことがないので、僕的にはっていうところですよね。ボードの話ね、ボード
こがじゃあ C あるかっていうと C はなさそうだ。やっぱモード C あるとそこまで連絡立て続くともう壇上屋敷まで上がるっていうのが意識としては、意識としてはで、本日初の降格巻物。ここはストレスなく BC 当選してほしいところ。あーダメか。あーダメだ。モード B。 アジリックチャンス確定。中両方レッドスケでいきます。アジリックチャンス中中中中症候群からのリオでアースメンド。今のは当たってなかったところでのハチベルはグッジョブですよ。果たして僕の顔が表情が映ってたかどうか分かんないですけど、もうベル5連したところから息をしてませんでしたんで、これ熱いですね。もうチャンス目ね、チャンス目。これ超熱いよ。アルトマ、アルトマですよ、これアルトマね。これちょっとワンチャンあるぞ、これワンチャンあるからな。陣地を超えた忍法合戦が始まりを告げる。次回甲賀忍法町、無双一戦。惜しかったね、惜しかった。お見事です。サンキュー。これちょっとすごいセクシーパターンだよね。次回予告でランプつくの確定していながらので、当然継続も確定してるので、できればここで一発ストップしたいんですよ。そうするとバジリスクタイムの息が長くなって、こう1000枚っていう出玉が見えてくるんですね。欲しいのは本来であれば巻物なんですが、50ゲーム回したところで11回目楽地はまあ OK。 ここはもう BC マストだよ。なんだかんださ、ランプついてるときが一番面白いとこなわけよ。ってことはさ、絆面白くないって言ってる人もしこの番組を見てているんであれば、
いるんであれば、でもランプついてるところのその対象薬が成立してる可能性のある、お前ちょっとやろうとしてんだから何出んだお前は。そうそう、こういうのでいかに脂っこく打つかってことなんですよ、うん、あー惜しい、 27%、 あーいいよセクシーだよ。でもここで攻撃の手を緩めちゃダメだよ、意外とこれで当たってないパターンあるからね。あー惜しいね、あーセクシーだよ、今ちょっとキャラの名前が出てこねえ、お姉ちゃんの煽りだったのにってことです。またパートナーを、パートナーをうまくに、やっぱついてた時の方が面白いからさ、ついてほしいんだよね。ああまあレア役引けてないなっていう印象の中でも弱者だけは刻み続けてますね。はい、はい、6分の1、オッケーオッケー、そろそろ同色が欲しい、5回目の BC、 やっぱり、まあ、終わってみての話なんですけども、終わってみて6は同色が多かったよねっていうところに落ち着くと思うんですよ。やっぱり5回に1回ぐらいは同色引っ張ってきててほしいよね、イメージとして。僕自身そんな6打ったことないんであれなんですけど、ただいろいろほらこれどう思います、シンさんって言ってきて結果として6だったよねっていう台のデータを見せてもらうと、やっぱ同色が多いんですよ。
が水槽20。そうはいかない。すごく希望にあふれる1リールだよね、うん、もう巻物つくの確定だから、もうこの時点で三角これはちょっとマジでグッジョブすぎない？これグッジョブだよね、グッジョブだよ、分かってる。ちょっとカメラマンね、絆は分かってなくてね、これ完全勝利三角だからね、いい言ってる意味分かってないよね、もう全然もう、おー完全勝利三角ですよ、こんなこれつくの確定なわけだから、すなわちこれもう完全勝利だからね、あーまあ説明しなくてもいいな、どんな煽りが来てくれんだ、全員集合するか、からの無双一戦とかセクシーダイナマイトだよね、おどうするつもり、どうするつもりあ全員集合した、オッケーレッツゴー、久々だわ俺完全勝利、チャンス確定、ちょっと同色欲しいな、もう同色欲しいな、さあそれでは、よし来た、我が忍法をようやった、もうちょっと100分の1、よし、熱い熱い75%、強調は巻物はチャンス目66%、乗ってる可能性もあるんで、マックス2個、まあとりあえず1個、バラの 50% 以上ループストップ、
前向きな発想すれば3回外さないと当たんないっていうね、巻き物を3回外せば1回当たるみたいな、ここはもう巻き物来ちゃっていいよ逆に。もう一発巻き物を引くのであれば、これはもう流れが僕にあります。まあ、いわば試されてるような感じで、水槽で2発引いて当たらず、槽に入って巻き物ランプ点灯させた、さあお前の力はどんなもんじゃいと試されてますよ。今の演出なしは若干なりとも無我の境地入ってました。やり申した、千枚超えたところで新之助やり申した。しかも若干戦長が長いのでワンチャンが期待できます。久々すぎてどうしよう、どうしようどうしよう、フラグを狙い撃っていくか、ちょっと今からしんのすけ意味わかんないこと言うけど気にしないでね、フラグをレバーで狙い撃っていくか、それともげんのすけになりきってのなんと白露剣か、どっちでいく、なんと白露剣の、ね、成功率がすごい、ね、落ちてたのよ。で、まあ、割とその皆さんの台打ちでフラグ狙い打ちでまあまあな成功率誇ってたんですよね、ここ半年。1日4回無双一戦頼まれて3回開かしたとかもあったし、で狙い打ちって要はどういうことかっていうと、ベルの時の20分の1で開眼するんですが、要はその20分の1っていうところをもう目ん玉見開いて狙い撃っていく、まあ狙い撃ってるかどうかはまたさておき、まあそういうイメージだよね、イメージ。ちょっと成功率高い方を優先させるわ、やっぱりあのみんなはそれはね白露剣期待してんだろうけどさ、俺はそういう期待よりも浸透術を期待したい。だから狙い撃っていきます。いい、白露剣は出さない、あえて。大事なのはレバーの入る角度、まずは2時の方向から、2時からだとリプレイだったね。じゃあちょっともうちょっと強めに行ってみよう。同じく2時から強め、
あ、どうやら2時はリプレイが好きらしい。じゃあ今度は6時。6時は第2まで煽りのあるベル。ここだな、6時だ。あとはもう5パー20分の1。いいか、レバーをスイッチだと思うやん、お前ら。いいか、これスイッチだから、振動術もスイッチだから、ちゃんと入れれば入るから。いい、おかげでリプレイの角度は分かってんのよ分かる。だからもう2時からしか叩いてないのよ今実は。久々楽しいやっぱ絆はこうでなくちゃダメだよねー。